こんにちは。こんにちは。はい、なので今回も楽屋の取材をしたいと思います。はい、もうすっかりすっかりなんかちょっと定番になってます。上野です。はい、今日も上野君を中心に集まってありがとうございます。はい、初めまして、米山陽子です。はい、親子のお友達と。そんな感じです。はい、実はビッグマウスで僕もそんな感じですか。そうです。はい、ビッグマウス友達です。はい、で私上川も今日出演でございます。たまには映ったらいいな。ねえ、まあ、でも今日はライブでバッチリ。こっちに来ていい。こっちに来ればいい。うち一瞬カメラマン。はい、というわけで米山さんと上田君は、はい、まあ、ビッグマウス仲間というか。そうですね。米山さん、あの上田君は、まあ、随分出てるんですけど、ライブキャラも。なんか最近この、はい、グルーなんつうんだろう、こうテクテクテレビよく出てる。あー、セミレギュラー感か。セミレギュラーってすごいね、テレビの世界で。米山さんはどういうミュージシャンですか。どういうミュージシャンですかね。今分かってる情報は、ガットギターの弾き語り。ガットギターの弾き語り。そうですね。ナイロン弦。ナイロン弦ですね。私のエピフォン、名前があります。エピフォンのガットギター、なんかいいね。和歌山出身。はい、和歌山出身です。はい、そうですって。知ってました？知らないよ。聞いたことある。聞いたことある。聞いたことある、ある、ある。知り合ってどれぐらいですか？まあ、いわゆる対バンで知り合った。対バンで知り合った。はい、1年ぐらい前なの。一緒にやりだしたいと。で、共演は何回か。これは何回。何回かあります。でもうち正直言うと共演する前に、正直言うと、ああそういう意味ね、上野さん見たことはある。あ、ビッグマウスで、はい、うん、さりげなく帰ったんで喋ってはないんですけど。なるほどね。ビッグマウスお客さんとしてちょいちょい行ってる感じですか。最近どうでしょうね。最近はあんまり一時行ってた時がありますよね。最近でも、あ、最近でも行ってますよね。リアンさんの時行ったんですけどね。はい、お会いしましょうかね。どの辺で活動してるんですか今は。今下北、渋谷、新高円寺、高円寺ですね。はいはいはい、そんな感じですか。中心に、はい、弾き語りで、弾き語りで、はい、これ宣伝しなくていいですか。あー、宣伝させてください。はい、米山、どう、米山陽子ワンマンライブします、はい、結構もうそろそろ人数集まってきてますんで、ぜひぜひ。1月7日ね。はい、よろしくお願いします。新高円寺ですね。新高円寺のスタックスフレートっていうところですね。なるほど。ぜひ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 。ワンマン、ね、はい。あ、ここしかもゲストミュージシャンがね、バックに。はい、そうなんです。4人編成だね。そうそう、弾き語りもやりつつバンド編成もやらせていただきます。はい、かっこいいミュージシャンの方々。ちなみにワンマンは結構ちょいちょいやるんですか。いや、東京で初めてです。聞いてください。地元ではありますけど、地元では一度ありますね。はい、さっきもちょっと話したんですけど、東京にはライブハウスが多すぎてびっくりって言ってましたけど。びっくりでしたね、和歌山。そんなに東京は長くないですね。じゃあ長くないです。まだ2年ちょっとぐらいですね。音楽やるために。そんな感じですね。言っちゃうとかっこいいですけど、何も考えてなかったですね。どうですか、2年経ってみて。2年経ってみて、まあぼちぼちなんじゃないですか。頑張ってるのかな、よくわかんないですけど、まだまだ頑張らなきゃいけないですけど、大阪人なんでぼちぼちでんなってとこですかね。ぼちぼちでんな。昔からガットギターの弾き方なんですか。ガット弾いてる人が周りに多かったんですよ。だからガットなんですよね。和歌山では。和歌山です、和歌山からそうです。でもその頃は鉄弦も持ってましたね。あ、ほら、誰かこだわってガットってわけなん。いや、でもずっと鉄弦は知り合いの人の娘さんにあげてしまったから、結局やっぱガットだ。あげてしもてあげてしもて。ガットいいよね、でもね、この音色ね。そうですね。俺もね、結構家でね、曲作るときガットなん。まあね、音色は優しいし、なんかこの、なんかイメージ、想像こう、あとは、女性に合うというか、ありますね。そうですね。もっとこう、ボサノバみたいにチャンチャンって弾けたらいいんですけどね。米山陽子さんって、上野誠はどうなんですか。米山陽子から見て上野誠さんですか。はい、え、どういうこと、人間的、あ、ミュージシャン、ミュージシャンとして。人間はどうでもいいから。そうそう、ごっかっ。人間はどうでもいいってことは、なんか前だね、俺はね、あの歌ってない時はクズだみたいな。
多分全然クズじゃないと思う。だってある程度こうアーティストはこうプライベートがどうであろうと、そうですね、音楽さえ良ければいいみたいな玉木浩二的なところあるじゃないですか。そうですね。すごいよね玉木浩二ね、やりすぎだ ね。うちは上野さん の、 あのミュージックっていう曲かな、ミュージックっていう曲あるよね。 あれ題名ミュージックだっけ、あのミュージックっていうやつ、あれ好きですね、あれすごい好き。一音楽ファンとして結構見てる感じです。聞く方になったら、あ、でもまあ研究も、研究もまあちょっと見ちゃうけど、先輩ミュージシャン、先輩ミュージシャンですって感じ。もちろんもちろん、もう完全に先輩ミュージシャンですね。水とか飲んでいい？あ、どうぞどうぞ。はい、そんな自由でいいのここ？全然自由だよ。酒も飲んで OK だね。表銘柄はボカスケ。エビアンはボカスケ。エビアンだろうなんだろうどっちで。ボカされる。うちスポンサー関係ないから、ね。上川くん出てないじゃん。なんか上川くんもたまにはちょっとな、ね、映像映ったらいいよ。ここ俺持ってあげるじゃん。俺あの大阪でワンマンやりますんで。10月13日です。すごいね。よろしくお願いします。あとね12月の5日だ、横浜でワンマンやりますんで。言いながら自分で自分の宣伝をしてるじゃん。そうです。それはもちろん。すごいです。映りないよって言いながら。そう。で上川くん一番の先輩だから今日の。あ、そう、よろしくお願いします。お願いします。上川さんです。はい、上川さん。上川くんは、上川さんから見た上。今日は2番手の上川くんですね。どうですか今日の意気込みは。意気込みは？ライブ。まあ、初会場なんでねこの場所で歌うの。まあ緊張しますよやっぱり。緊張するんですか。うん。2人とも緊張する？緊張します。1番がね、はい、陽子ちゃんで2番手が上川くんだね。でまあ俺が最後、大阪ではあんまやる上野誠が最後ですけども、すごいよね。ねえ、あんまり聞き手に回ったことないからね、何聞こうかなと思う。難しいよね意外とね。難しいですよ。上川さんから見て上野さんどんな感じですか。まあ、俺かい。え、自由人って感じですよ。あ、なんかそう言うんだよずっと自由人。近すぎてプレバイバイだ。あの一番初めにゲスト来た時もね、その司会者がいるから、司会者がこんにちはとかってね、うん、なんとかなんとかです今日はゲストが来てますっていう話をしてるのに、ずっと後ろでね、あのさ雨降ってるから大丈夫なのみたいな。あ、いいそう。もう始まってるっちゅうのにみたいな。それがそうか。でもいいそうだ、うん、いや今日はおとなしくしてると思う。健康そうに撮ってほしい。こんにちは。はい、こんにちは。というわけで、はい、歩いて歩いてなんちゃらほいです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。始まりましたね。はい、君が丘に来てます。はい、手を見逃しはせんです。はい、長順ですよ。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ずっとゲストの人が喋りっぱなしなので撮り始めればいいか分かんないですけど、とりあえずちょっと今日ここ駅の近くでうるさいので、ええ、ちょっと移動します。わかりました。はい、移動しましょう。はい、はい、というわけで、はい、歩いてなんじゃなくて36です。はい、はい、まあ若干霧雨が降ってますけど、ね、そうですね。はい、上野くんバイフェスタでやっぱり後ろからなんか声が聞こえますけど、はい、はい、というわけであの今日は司会に挑戦。はい、はい、挑戦します。はい、よろしくお願いします。はい、嬉しいですね。じゃあ呼んでみたいと思います。はい、どうぞどうぞ。はい、どうも。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。あ、今日は3人ともテレ屋さんですね。そうですか。そうかな、はい、多分、はい、あのさっきから声がバンバン入ってる。全然テレ屋な感じがしなかったと思う。上野真子です。はい、上野真子さん。はい、ミュージシャンですね。はい、ミュージシャンです。はい、ちょっとあんな自由な人は珍しいよ。それこそあのロケでゲストでこう3人で散歩するみたいなのがメインな番組。あ、今度陽子ちゃんも出てたらいいよ。うん、なんだそれ。ロケ、ロケ、緑道とか遊歩道があるから、そこに歩きながら、ゲストの人を呼んで、うん、でこうどういう活動をしてるんですかっていうのがメインの番組。新米です。マイペースでしょ、ね、この間 の、 そのリアンさんのライブの時 の、 あの上野誠ギャグもみんな笑ってたんだけど、ね、なんかギャグ言ってたっけ。いきなりあのどうも探偵の上野誠ですとか言って、何の説明もなく言ってたっけ。ずっと言ってんだよね、あの番組中にね。そう、あ、今日はおとなしくしてんだよ俺。そう、あ番組中でこういうのやってた。こういうので、あのいきなりその米山陽子っていういきなり探偵の米山ですっていうギャグなんだけ ど、 何の説明もないんだから。一体何のギャグやってる。そうそうそう。探偵の上野誠です。はい、職業探偵でございます。はい、ということでビッグマウスに変わります。8月、はい、お名前どうぞ。探偵の上野誠です。よろしくお願いします。はい、こんにちは。
それで、あの上野くんはシンガーソングライターでギター弾き語りを。違うよ、探偵だって。探偵やってんだって。探偵やってからああやっていろいろ歌いながら、うん、調査してるんだよ、はい、探偵って感じですよ、ね、全然よくわかってる。探偵ってあれも探偵って感じ。そう、今このね、家を調査してる。でかいな。だけど、今日は多分あ予測するにこういうハット被ったから探偵物語の、あー松田優作、あれ違うの、あれはね、うん、時にね、すんごい相手がつまんない、1時間ずっと俺は探偵だってずっと喋ってたんだ。でその嘘を永遠とずっと、俺もライブだよ、ステージ立ったらさ、なんかこう一曲一曲歌いながらどこに行くかっていうのをさ、こうずっと探るわけじゃんか。そういう感覚、2人でずっと喋ってた時に、仕事何してるんですかって言うから、何に見えるって言ったら、なんかミュージシャンか美容師って言われたから、まあ、美容師ね、よくそう言われるんだけど、実は俺探偵やってんだよねって言ったら、嘘だって言うから、本当みたいな。何をやってんのよ。で、どんなこと仕事にしてるんですかっていうことを永遠と1時間ぐらい力説したら、うん、結構信じてた。だからちょっと目がね、嘘も方便だなと思って。嘘も方便っていうかね、目がマジなって言ってたら信じるかもね。そういう人なんだよ。だから何の説明もなくいきなりボケるから。だって一番初め会った時も繋がってる。他作の控え室でミュージシャンが一人いて、上野くんが奥にいたんです。で俺が来て、あ、こんにちはって、で今日の出演者の上川ですって言ったら、この人がなんか出演者のなんとかですって言って、で上野くんがサポートギターの上野ですって言う。俺そんなこと言ったっけ。言ったのよ。そう、あ、はい、わかりましたって言ったけど、それ実はボケだったんだよ。適当だな、それ。それは適当だね。俺全然覚えてないよ。初対面の人にサポートギター。マジで？そんなことだよ。そんなことですか。そう。というわけで、今日はライブが米山陽子、上川圭司さん、はい、そして上野誠さんというわけです、はい、こんな感じでまとめるのは上川さんがいいよね。そうですね、まあ、ライブ頑張りましょう。イエーイ、頑張ります。はい、もう塩学ぶの判決甘いね。そうね、2年半って甘くね。あれ判決だからまだ分かんない。いや、でもこれで、いやでも押尾さんは無罪するためにまだ上告すると思うよ。あっち、いやでもまあそうだね。ただ俺は思うのは、ああいうのを、まあ、ファンは別としてね、応援した人がいるっていうのはすごくない。あ、まあね、事務所がありのレコード会社がありの、なんかそういうスポンサー的な谷町みたいなのがいてえのみたいな、ね、そうね、ある程度こうもう分かってるじゃないでしょうけど、ああいうことやってて、まあね、だから多分普段のこう付き合ってる人間もそういうこと出てたけど、それでもいいと思ってたんだろうね。あれが不思議なんだよね。いや、上川くんはなんかそのノードラックのイベント毎年やってるからさ、で去年じゃねえや、この間出たの6月。俺もこんばんは、米山陽子です。一番